ある工場勤務の男性の方が体験した話になるんですけども、ある日、勤務中に自分の部下が機械に巻き込まれてしまって、で、右肩から先を全部失ってしまったんです。で、本人の過失ではあったんですけども、まあ大事故ですよね。で、もうすぐに病院に運ばれたんですけども、意識不明の重体で、 で、自分は上司でもあり、そこの部門の責任者でもあったので、まあ、その彼は病院に付き添って行ったんです。で、当然ながらね、上層部との連絡のやり取りだったりとか、まあ、いろんな問題が起こるわけですから、まあ、すごく大変だったんですよ。まあ、電話をかけて、状況を報告しつつ、で、部下がね、まあ、手術してるわけですから、医者から情報を聞いたりとかしつつ、まあ、そんな感じだったんですよ。で、まあ、その日、そのままね、病院に残って、 意識不明ののままそのまま夜を明かすことにしたんですただまあずっとね、まあ、上層部との連絡取ったりとか、まあ、いろんなことがあったんで疲れてたんでしょうねその病室の目の前にあるベンチで寝てしまっていたんですしばらく眠ってたんですけども夜中に人の声が聞こえてきて 目が覚めたそうですあれ今何時だろうって思って腕時計をちらって見たら午前3時頃なんですねでその人の声が部下のいるその病室の方から聞こえてくるんですよ。あれと思いながら立ち上がってねその病室のドアに近づいてでドアについてる窓があるんですけどその窓越しに病室の中を覗いたんです。 そしたらずっと意識不明でね昏睡状態だったあの部下がベッドのとこに起き上がって腰掛けてるんですよあ目を覚ましたのかって思って病室のねドアをカラカラって開けて中に入ろうとしたんですするとドアが開いたことによってねなんて喋ってるかがはっきりと聞こえてきたんですそれこんな感じだったんですよね はい。ええ、そうです。ここから先を引き裂けばいいわけですか。ええ。はい。だいぶ生えてきました。腕の上の方がまだ。足も2ヶ月で生えてくるんですか。 ありがとうございますそんなことをねベッドに腰掛けて天井の方をねぼーっと見上げながら一人でねその部下が喋ってるんですよで普通だったらねその意識不明だった部下が目を覚ましたって言ったら、まあ、喜ぶわけですけどもあまりのその異常な光景に喜ぶこともできず絶句していたんですね で、その状態で立ち尽くしていると、またね、その部下が、ボソボソって口を開いたんです。はい。ええ。ええ。ちょっと、待ってください。今、誰か見てるやつがいますが、天井をじーっと、 眺めたままポツリッとそう言ったんですそれ聞いた瞬間にゾーッとしておそろそろねその部下の名前を呼んだんですよまる。〇〇呼んだらボソ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 さっきからなんだかんだねボソ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 喋ってたその部下がピタッってしゃべるのをやめて相変わらず 天井の方をぼんやり眺めた状態で次の瞬間「おい!」って言ってきたんですそれでもう恐怖でパニックになってしまって「うわ!」あ急いで宿直の看護師さんのところにバーッてかけてって「あのあの部下が目を覚ましたんですけどもなんかちょっとおかしくて来てもらっていいですかお願いします」 そう言って看護師さんに話をしてね意識が戻ったんですねって言って看護師さんもパーってついてきてくれたんですよでまた部下の病室に戻ってきてカラガラ,ラってドアを開けて中を見たんですけどもお昼頃運ばれてきた時と同じ状態でベッドの上で横になっている目を覚ましていない部下がそこにいたんです看護師さん一応ね確認してくれたんですけども 意識は戻ってないって言われたそうです。それから後日、その部下、まあ、無事に意識を取り戻したんです。まあちょっとね、肩から先は失ってしまったんですけども、まあなんとか退院をして、で、その部下に会った時にね、彼聞いたんですよ。あのさ、あの日、お前事故にあって、 病院に運ばれただろうで病室でベッドに腰掛けて天井の方を見ながらボソ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 喋ってたんだけどさその時のことを覚えているか、まあ、そう聞いたんですけどね部下の方はそんな記憶はないと言ったそうですいまだに一体あれが何だったのかっていうのは よくわからないそうです。この話、とある看護師の男性の方が某医大の看護学部の学生だった時に体験した話だそうです。ちょうど国家試験前の最後の看護実習の時のことで、彼は付属の大学病院で、まあ、主任となる看護師の先輩とともに、 担当の患者さんんを何人か受け持ってたんで,すで、すその患者さんたちはもう基本的にはほとんど中年から老人ぐらいの、まあ、年齢の方ばっかりだったんですけどもその中に一人だけ17歳の女の子がいたんですで、その子彼、まあ、に A ちゃんと、まあ、しておこうかなと思うんですけども整形外科等の患者さんだったんですねで、どんな症状だったかっていうと、まあ、右足を事故で失ってしまっていて で、義足を用いながらリハビリをしているっていう子だったんですね。で、A ちゃん、男で看護師をしている彼のことが珍しいなって思ったみたいで、まあ、結構積極的に話しかけてきたらしいんですよ。ねえねえ、彼女っているのとかね。同じ学部に男の人って他にはいるのって言ってきたりとか、まあ、いろんなことを聞いてきて、まあ、すぐに仲良くなったんです。A ちゃんの部屋っていうのは個室で、 まあいつもね、ふらっと訪れると、嬉しそうな顔して手を振ってくるもんだから、そんな彼女が癒しだったんですよ。ただまあ、たまーにね、長話をしすぎて、それを主任に怒られたりもしてたんですけども、その時もね、A ちゃん、小声で、この後の実習も頑張っ,って言ってきてくれたんです。まあ、そんな可愛らしい A ちゃんだったんですけども、あれよあれよと時間は過ぎていって、実習は残り1週間になったんです。 担当の患者さんを一人一人に挨拶してね。で、A ちゃんのところにも行ったんです。したら A ちゃんね、そっかー、達也くんもうあと1週間かー、ってちょっと残念そうに言うんですよ。あちなみにこの達也くんっていうのが、この彼の名前なんですけども。そしたら A ちゃん、パッて笑いながら、ねえねえ、最後に達也くんと一緒に行きたい場所があるんだけど、お願い、一緒に行こうって言ってくるんです。 確かに A ちゃんはすごく元気に振る舞うし明るい子なんですけども、右足がね、事故で失ってて、まだ今リハビリしてる最中ですから、車椅子なしでは長距離の移動はできなかったんです。で、そんな患者さんをね、勝手に自分の独断で動かしたりとかしたら、当然国家試験もダメになるし、まあ何より遺族からも下手すると訴えられる可能性もあるなっていうふうに彼は考えて、ちょっと心は痛かったんですけどね、 A ちゃんに対してはっきりと断ったんです。なんだけども、A ちゃんの方は A ちゃんの方で、本当に本当に最後のお願いだから、ね、達也くん、いいでしょねっ,って言ってくるんです。まあそこまで言われちゃうとちょっとさすがにね、無下に完全に断っちゃうのもあれだったから、せめてどこに行きたいのかだけは聞こうって思って、うん、まあ連れてくのはやっぱり無理だよ。でも A ちゃん、最後にどこに行きたいんだいっていうふうに彼が聞いたら、 突然スーッと落ち着いたような顔になって「秘密」って言ってくるんですその時の A ちゃんの様子がなんだか怖くてゾーって背筋が寒くなったのをよく覚えてるそうですまあ結局ちょっと厳しく言うような形でね A ちゃんのことを断ってでも残りの実習の期間も実習を終わらせることに集中しようって彼は思ったんです なんだけど、その態度がまあ A ちゃんのまあ気に触ったのか、それ以来 A ちゃん全然口聞きたくなくなっちゃって、話題を振ってもなんだかそっけないんです。それがなんかちょっと引っかかってはいたんですけども、とにかく実習を終わらそうって思って、残りの日々を過ごしてたんです。実習も残り2日になったその日、作業を全部終えて、主任にお疲れ様ですって挨拶して、正面玄関から出てきたんです。なんですけど、 なぜだかいつの間にか関係者以外立ち入り禁止の裏口の方に向かってたんですねそこで脳裏をよぎったのは A ちゃんの姿この数日間ほとんど口も聞いてなかったんで A ちゃん今どうしてんだろうって気がかりだったんですそこのドアを開けて非常階段を上っていって A ちゃんのいる6階まで行きそこから A ちゃんの病室へ向かって歩いていってチラッと中を覗くと A ちゃんベッドのところで本を読んでたんです。で、すぐにこっちに気づいて、パッて目が合って、あって顔して、ふんって顔したんですね、向こうが。まあそういうところはまあまだ17歳の女の子なわけですけども、彼は近づいてって、A ちゃんに、ねえ、A ちゃん、最後に行きたい場所って言ってたよね。と話を振ると、A ちゃん、パッて顔が上がるくなってね。え、連れてってくれるの って言ってきたんです彼はうなずいて彼女を車椅子に乗せて彼女の案内に従って車椅子を押して廊下を歩いていったんです時刻は夜の8時を過ぎていて、まあ、この時間だと1階に外来の人がちょこっているぐらいで6階はナースステーションの明かりがついてるんですけども人気は一切なしなんですで A ちゃんは エレベーターに乗って4階に行ってって言うんですで彼はうなずいて A ちゃんを押しながらエレベーターを待ってたんですけどもエレベーターがチンって開くと中から主人が出てきたんですねああ閉まったって思ったんですけども主人はこっちを見てあらっていう顔をして忘れ物気をつけて帰りなさいよって言ったっきりそのまま出てってコツコツ廊下を歩いていったんです A ちゃんのことを一切触れてないのがなんだか気になったしその時から妙なおかんがゾク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 したんです今思うとそこで引き返せばよかったなって彼は思ったそうなんですけどもその時はどうかしていたらしいですチンって音とともに4階に着いたんで A ちゃんの指示に従って廊下に降りてそこをまっすぐ歩いていると 渡り廊下が出てきたんです。彼は、そんな渡り廊下は見たことなかったんですよ。これ、どこに続いてるんだろう。そう不安になってると、A ちゃんがそれを察したかのように、ニコニコ笑いながら、急病棟だよって言ってくるんです。そう、そこの病院には、取り壊し予定の急病棟があることは彼も知ってたんですよ。でも、 なんで A ちゃんがそこに行きたがってるのか全くわからなくて、思わず、なんでって聞くと、A ちゃんニコニコとした笑い顔のまま、だって、出るんだもの、って言ってきたんです。その A ちゃんの笑い顔が不気味だったし、もうそもそも何もかもがおかしいのはわかってたんです。なんですけど、彼は抗うことができなくて、 そのまま彼女を車椅子で押していきながら急病棟に入っていったんです当然ながら急病棟今はもう使ってないんで真っ暗なんですねその真っ暗闇にたじろいでいると急に A ちゃんが「はい達也くんこれ持ってった方がいいよ」って懐中電灯を渡してきたんですいつの間にそんなものを用意したのかっていうふうに思ったんですけども自然とそれを受け取ってパチッ 懐中電灯をつけてそのまま懐中電灯で照らしながら車椅子を押していったんです急病棟はもう雑然としててね、まあ、医療器具だったりとか、まあ、車椅子だったりとか、まあ、いろんなものが放置されてるんですよでなんかどこもかしこも荷物だらけで倉庫みたいになってたんですねで廊下を歩きながら病室をちらって覗いてみてもまあさびれたベッドが置いてあるっていうぐらいなんですよ で、A ちゃんが、そこで左、で、まっすぐ、もっともっとまっすぐ、で、右、って、まあ、言われるがままに、A ちゃんを押して歩いていくと、途中で懐中電灯がバツンって切れたんです。あれって思って、バチ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 、オンオフオンオフってしたんですけども、つかないんですよ、全然。あれあれつかない。あれって、何度かパチパチやってたら、パチン あっよかったそう思って目の前の車いすをチラッと見ると A ちゃんがいないんですよ A ちゃん義足だし車いすから自力で出ることは今はまだ困難なはずなんですねあれ ?A ちゃんおい A ちゃん A ちゃん呼んでるんだけど全然返事がない 急に恐怖心がうわーって内側から出てきて、とにかく A ちゃんを探さなきゃって、フロアを駆け回って A ちゃんを探したんですね。ねえ、A ちゃん、A ちゃんどこにいんのねえ A ちゃん返事して、A ちゃん、返事して !A ちゃん !A ちゃん一向に返事は返ってこず、一生懸命走り回って探したんですけど見つからず、しばらく廊下をバタ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 走っていると、廊下の目の前の突き当たりのところから、から、から、 車椅子のくく音が聞こえてくるんです。一瞬 A ちゃんだって思ったんですけどもすぐに直感的にあこれ違うって思ったそうですそのカラッラックカクラック車椅子を引く音だんだんこっちに近づいてきている気がしたんで慌ててキビスを返して出口に向かってわーって走ってったんですけども 自分が一体どこにいるんだかわからない。で、どこだどこだ出口。さっきのとこどこ行ったどこだよどこだよって一生懸命探したんですけども、途中でエレベーターが見つかって、そこを見て愕然としたんです。急病と、電気止めてるはずなんですけど、エレベーター動いてて、1階から順に2階、3階、4階って向かってきてたんです。4階に着いた瞬間に、 ピンポン。エレベーターの止まる音が知って、扉がガーって開きかけたとき、それを見ちゃいけないって彼は思って、もうガクガクする足で無理やり動かして非常階段の方に向かって、うわーって走ってたんです。で、非常階段のところから下に向かって降りようとしたんですけど、そのときに、シャン。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  シャン鈴の音が聞こえてくるんです。その鈴の音が、下の方の階から、だんだん上がってきてたんです。それが聞こえてきて、また、うわーってパニックになって、半泣きで風呂を走り回って、うー,ー、どこだよ出口、どこだよ出口、どこだ出口がー一生懸命走ってたんですけども、ずーっと、車椅子の、ガが、 引弾いてくる音。そして鈴の音がシャン、シャン、シャン。二つの音が追いかけてくるんです。めてくれや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 めてくれうわついに限界を迎えて、彼は4階の廊下の窓からダイブしたんです。 当然4階なんで結構高いところなんですね。そのまま地面にバーンって激突して、足を中心に全身が痛い中で、やっとのことでポケットから携帯電話を取り出してそこで119したんです。そこまでしか記憶がなくて、はって気づくと病院にいたんですよね。で、彼は一命は取り留めて、ただまあ、 膝の半月板とか人体を損傷してて全身打撲でもあったので、まあ、かなり重症ではあったんですけども何とかでもつけてたギプスが取れていろいろあったわけですけどね、まあ、無事に実習は合格がもらえたそうですそれで体が元気になった時に、まあ、主任の元に訪れて実習の時はどうもありがとうございましたとお礼を伝えたんですけどもその時にふと あの、エレベータータでですすれ違ったた時ののことを聞いたんですあの主任、エレベーターで僕、すれ違いましたよね。その時、僕、A ちゃんの車椅子を押してたんですけど、っていう風に聞いたら、何言ってんのあなた一人だったわよ。って言われたんです。ちなみに、あの A ちゃんなんですけど、実在しなかったとかではなくて、 A ちゃんんん自体は実際に患者さででいたんです。なんですけども主任に確認したら「そもそもあなたの担当じゃない」って言われたんです「えでも僕何回も言ったし A ちゃんとは何回も喋りましたよ」っていうふうに言ったら「そんなわけないじゃないの」っていうふうに言われちゃったからもう直接 A ちゃんに確認しようと思って A ちゃん本人にね病室まで行って「あの僕だよ達也だよ」っていうふうに言ったんですけど A ちゃんは「 えって顔して、誰この人って言ってきたそうです。A ちゃんは A ちゃんで、男性の看護実習生が来ているっていうのは知ってたんですけども、一度も喋ったことがないって言ったそうです。今思い返しても、何だったのかよくわからない、意味不明な出来事だったそうです。ただ、未だに、カラッ、カラッ、カラッ、 っていう車椅子の弾く音とシャンシャンシャンっていう鈴の音がトラウマだそうですこれは特に霊的な話ではないんですけどもとある女性が看護学生の3年生の時に体験した話なんです彼女 1>, 1週間実習で精神病院に行ったんですね。で、初日に府長さんに院内を案内してもらって、拘束室というものを見せてもらったそうです。手足を拘束するの拘束の部屋ですね。なんで、まあ、患者さんの中で暴れてどうしようもない人とか、あるいは自分とか他人を傷つける恐れのある患者さん、まあ、そういう人たちを 入れる部屋なんです重い鉄の扉をバッと開けてすると目の前に短い廊下があるんですけどその短い廊下の左右に2つずつ部屋があってでそこの部屋の中に入るとベッドが1個ポツンってあってそして仕切りで区切られたトイレがあり鉄格子のはめられた窓があるんですただそれだけの簡素な部屋なんですよ で、中に入って、まあ、案内をしてもらったんですけども、入ったときに、あれって思ったんですね。壁、真っ白だなと思ったんですけど、よく見ると、なんか上から塗ってるんです。そこには、うっすらね、字が見えるんですよ。一つなんか大きく書いてあったから、すぐ読めたんですけども、天皇陛下万歳って書いてあったんですね。で、他にも、ベッドの置いてある側の壁には、小さい字で、 南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経って何個も何個も書いてあるんです結構濃く書いてあったもんだから上から白く塗り直したんですけどもそれがうっすら透けて見えてたんですねで彼女それ見てちょっとギョッとしたんですけど「これ多分ここに入った患者さんたちが書いたんだよね」一体いつペンを使って書いたんだろう「うわーすごいな」って、まあっけに取られてたんですよで奥に入って でそのトイレの仕切りがあるんですけどもその仕切りの裏ペロって覗くともう本当に簡素なトイレがあるだけなんですよで入り口からはねその仕切りがあって仕切りの反対側って見えないわけじゃないですかその仕切りの反対側のところをパッて振り返ってみたらそこにもやっぱり字を消した跡があってうっすら見えてるんですよ上の方から ずらーって下に向かって何か書いてあるんですね。これ何だろうと思って近づいて見てみたら、〇〇死ね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 、ブワ、ね、ーって書いてあるんですよ。100個以上書いてあるかなって感じですね。で、彼女それ見て、うわ、何これ ですねで上から下に向かってそれをバーって見ていくともうずーっと同じ感じで〇〇死ね〇〇死ね〇〇死ねって書いてあるんですけど一番下のとこだけがちょっと違ったんですずーっと見ていくとね〇〇死ね〇〇死ね〇〇死ね少しだけ間が空いて一番下に「殺したけどもう一回死ね」って書いてあるんですそれ見てゾーッ ってしてし思わず身震いしたんですけどその時に何でか分かんないですけど思わず後ろが気になってくるって振り返ったんですしたらそれトイレの一番奥の壁ですねそこにも多分同じ人が書いたであろう濃い字がねうっすら残ってるんですよ結構大きく書いてあったんですけどそれ何て書いてあったかっていうとおいしい肉それは人間 書いてあったんです思わず声が出そうになったんですけど実習初日っていう手前ねしかも自分も看護師の卵ですからそんなとこで悲鳴を上げようもんならね府長さんに指摘されちゃうかなって思ったんでグってこらえたんですけどもこらえきれず涙がツッって流れたらしいですこれね実際のとこどうだか分かんないですけども精神病院で勤務したり実習に行ったことがある人はもしかすると 誰もが似ただ全く精神病院のことを知らない人が聞くと怖い体験ですよねある女医さんが以前勤めていた病院での話だそうですそこの病院まだできて23年っていう、まあ、新しい病院だったんですけども 循環器科がメインで、まあ、透析とかもやってるっていう病院だったんですでベッドは19床あってまああんまり規模が大きくないんで病院っていうよりかは診療所っていった規模だったそうです病院があった場所っていうのは町ちれだったんですけど患者さんは結構多くて繁盛していたそうですでその彼女はその病院の検査室で働いてたんですけども ただ、日がな検査室にいるわけではなくて、例えば外来に採血をしに行ったりとか、あとはまあ心電図を違う部屋に取りに行ったりとか、まあ、結構頻繁にそこから出入りはするんです。でしかもね、検査室なんで、まあ、自分が出入りするだけじゃなくて、外来とか、まあ、別の部屋から看護師さんとかお医者さんとか、まあ、あと患者さんとか来ることもあったので、 まあ結構人が訪ねてくる場所ではあったんですよね。なんで、検査室にいなくても、その検査室に人が入ってきて、すいませんって言われたら、まあすぐに気づけたんです。で、ある日のこと、検査室とは別室で心電図を撮ったんです。すると、検査室の方から、すいませんっていう声が聞こえてきたんです。 ごめんなさいっていう謝罪のニュアンスでのすみませんではなくて、まあ呼びかける時のすみませんっていう感じだったんです。だから、あ、患者さんが来たのかなって思って、ドア越しに検査室の方を見たんですけども、誰も来てる様子がないんですよ。あれ、おかしいなーなんて思って、まあそんなことがあって、それからも時々検査室にいないときに、 検査室の方からすいません。って聞こえてくるんです。で、定期的にそういうことがあるから、あれなんか私疲れてんのかなって思ったそうです。まあ、ただ気にせずにいたんですけども、その同じ検査室で働いている。10歳年上の a さんに。あのなんか最近検査室の方からすいません。っていう声が聞こえるのよ。 でもね、行っても誰もいないのっていう話をすると、真っ青な顔して、え私も聞こえてんだけどって言ってきたそうですで。なんだか怖くなっちゃったもんだから、調理室からとりあえず塩をもらって、入り口のところに盛りじをしたそうです。すると、そのすみませんっていう声はなくなったらしいです。 なんとなくですけどね。亡くなった患者さんが自分が亡くなったことに気づかずに今も検査を受けに来ているのかもしれないと彼女は思ったそうです。もう何十年も前の話になるそうですけども、ある病院で新人看護師さんが夜勤をしてたんです。 で、その時一緒だったのが一個上の先輩で、ちょうどね、仕事が一段落したんで、その先輩に対してね、まあ実家を出て一人暮らしを始めようと思ってるんですよねっていう相談をしたんです。その時、急にナースコールが鳴ったんですよ。でどこからのコールだろうと思って確認したら、半年前に肺病棟になった西棟からのコールだったんですね。 まあ確かに電気はまだ通っているんで物理的にナースコールが届くってことはありうるんですけども窓は全部塞がれているし外来で使われていた玄関も全部鍵をかけているんです誰かが中にいてナースコールをしてくるわけなんてないんですよそれで2人とも「えっ!」って絶句して固まってしまってでもナースコールが鳴ったということは何かがある可能性もあるわけですよね だから見回りに行かなきゃってなったんです先輩の顔を見たらうーんって首を横に振って無理無理って言ってくるんですね代わりに自分が見に行ってこようって彼女が見に行くことにしたんですナースコールが鳴っているのは西棟1階の1125室なんですねつい半年前まで使っていたんで、まあ、新人の彼女であっても大体の間取りは覚えたんです その記憶を頼りに表玄関の鍵をガチャッと開けて中に入ってそしてコツ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 廊下を歩いていったんですしばらく歩いていくと前方に明かりがついている部屋が1個だけあるんですそれが1 1 2号室だったんです近づいていくと部屋の中の裸電球が1個ついてるんですね 半年間使われてなくて、もうすでにちょっと立て付けが悪くなってるドアをギーって開けて中に入ったんです。なぜか風もないのに電気の紐がゆらゆら揺れてるんですよ。病室内はガラーンってしてて、まあ、残っているものといったらベッドが4つ残ってて、でもそのベッドもマットレスとか、まあ、シーツとかそういうものは全部取り除かれて、鉄パイプともう板しかない、まあ、そういうベッドなんですよ。 そのうちの一番奥のベッドの板の上に何か置いてあるんです近づいていって見てみるとそこには二つのものが置いてあって一つは木箱もう一つは本だったんです何だろうと思って彼女が手を伸ばして本をペラペラめくったんですすると中を見ている限りはどうやら聖書なんですよねそれ何だろうこれ聖書かな まあそう思って、まあパラパラめくった後、パタンって閉じて、もう一個の木箱の方、これなんだろうって思いながら、その薄汚れた木箱をパカって開けたら、うわっ思わず木箱を落としちゃったんです。そこに入っていたの、へその緒だったんです。急にぐわっ 怖くなっっててしまってそのままダッシュで先輩のところに戻ってって先輩も何が起こったかは聞いてきたわけじゃないんですけども目の前でもう明らかに泣き崩れてる自分の後輩がいるわけですからもう怖くなっちゃって2人でもう朝までガタ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 震えてたんですで冷静になって考えてみてもやっぱりその廃病棟になってる西棟そこに何か物が置きっぱなしになってるってことはありえないんですよだから誰かが 自分たちが管理している鍵を勝手に持って行って開けて中に入ってあの木箱と聖書を置かない限りは置かれているわけがないんですでその日はガタガタ震えながら朝を迎えたんですけどももう一回確認する気にはやっぱり慣れなくてちょっと落ち着いて翌日にもう一回日中見に行ったんですよ1 1 2号室入ってみるとそこにはもう何もなかったんです そんなことがあったそうです人里離れた田舎にある精神病院で事務員をしている方の話なんですけどもそこの精神病院では事務員にも宿直業務があったそうですで宿直でやる仕事っていうのは大きく分けて2つ1つは電話がかかってきた時に担当部署とか病棟につなぐ っていう仕事でもう一つは決まった時間になったら院内を見回って各部屋に備え付けられている金庫を確認するっていう仕事だったんですなんでまあ事務員っていうよりかは警備員に近いところもあったらしいんですけどもでその2つの仕事が終わってさえいれば、まあ、あとは2階の宿直室で寝てて OK だったそうですしかも寝ている間にも宿直手当がちゃんと出るので おいしい仕事だったわけですよね。とはいえ、まあ、夜の精神病院ですからね、まあ、不気味なことこの上ないわけですよ。なんで、他の事務員さんはやりたからない人が多かったんですで。彼はというと、まあそういう不気味なものも結構平気だったもんですから、まあ、よく小遣い稼ぎで引き受けてたそうですで。そんな宿直業務に当たっていたある日のこと。 事務員用の PHS っていうのが、まあ一人一台配られてたんですけども、その PHS に電話がかかってきたんです。はい、もしもしっていうふうに出ると、それは病棟の看護師長さんからの電話だったんですね。で、こんなこと言うんですよ。あの、患者さんが病院の裏山を登っていく懐中電灯の光が見えたって言うんですよ。ちょっと見てもらっていいですかっていうんですね。 なんで彼はその PHS で電話をかけながらああちょっと待ってください窓から見てみますねっていう風に裏山の方を見たんですでそこの病院には裏山って呼ばれてる山がね、まあ、あって、まあ、その山には嫌な話ではあるんですけどもそこの精神病院の患者さんが抜け出して、まあ、その裏山で首を吊ったなんていう事件とかも、まあ、過去にも何回か実はあったんです ただ彼は結構そういうの平気ではあったので、まあ、とりあえず裏山の方を見たんですけども、特にそこの裏山を登っていくような懐中電灯の明かりなんていうのは見えなかったんです。なんで、看護師長に、ああ、特に懐中電灯の明かりとかは見えませんよっていうふうに報告すると、まあ、看護師長側も、まあ、患者さんが言っていたことで私も見てないので、そうですね、また変わったことがあったら連絡します。 って言って PHS を切ったんです。念のためもう一回窓から裏山の方を覗いたんですけども、特に懐中電灯の明かりとかは見えないんですね。で、その日、もう彼は宿直業務を全部終えてたので、もう面倒ごとに巻き込まれるのはごめんだから、とっとと宿直室に行って寝ちゃおうかなって、宿直室のベッドに入って眠ろうとしたんです。したら今度は、 宿直室のりりりりりんちりりりんですねりり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 りんなんだなんだと思いながらガチャって出て「はいこちら〇〇精神病院です」って言うと「ああ、あああのまの〇〇精神病院ですかああの〇〇精神病院ですか?」 なんかたどたどしい、なんかちょっと、どもってんのかなっていうような声で、まあ男の人の声なんですけども、電話がかかってきたんですよ。なんだと思いながら、ええー、そうですが、って返すと、あ、ああ,あよ、よかったで。ねえ、ねえいますかって聞いてくるんです。何言ってんだろうって思いながら、えっと、どなたのことをお尋ねでしょうか っていうふうに彼が聞くと、た、た、田中先生です。って言ってきたんですけども、田中先生って呼ばれるような、まあ、医師は誰もいなかったんです。なんで彼は、あのー、そのような先生は当院にはいませんけれども、その先生は医師ですかっていうふうに聞き返したんです。は、はい、医師です。 医師ですほらさ,さっき窓から見ていた何を言ってるんだって思いながら彼は電話線を伸ばして受話器を耳に当てながら窓際の方に行ってそしてさっき一回見たあの裏山の方を見たんです真っ暗で、まあ、ほとんど何にも見えないんですけどもその茂みの中からこっちに向かって光がパーって当てられたんです それがちょうど目のあたりに当たったもんだから、うわ、眩しいって思っていると、受話器の方から、ほ、ほら、田中先生、田中先生、田中先生、って言ってくるんです。それ聞いて、あ、この電話の主、もしかして、そう思ったらなんだか体が震えてきて、うわーって、めまいがしてきたんですけども、 なんとか振り絞りながら、あの、私は医師ではありませんし、田中でもありませんよって受話器に向かって叫んだんです。そしたらしばらく沈黙が続いて、知ってます。ガチャンつ、つ、つ、つ。電話が切れると同時に懐中電灯の明かりもパッって消えて、そこにあったのは裏山の真っ 暗な茂だだけだったそうです何か問題になったら困ると思ったんで、すぐに看護師長にも連絡をして、患者さんが抜け出しているかもしれません。懐中電灯の明かりが茂みの方で見えましたっていう報告をしたんですけども、確認したところ、誰もいなくなった患者さんはいなかったそうです。なので、茂みの中からこちらに懐中電灯を照らしながら電話で、田中先生 田中先生!」田中先生って言ってきた人物が誰だったのかは結局わからなかったそうです。これとある女性が幼い頃に親戚から聞いた彼女のおばあちゃんの話になるんですけども、まあ、いかんせんねそのおばあちゃんがまだ若い頃の話になるので、まあ、時代で言うと戦前の話になるそうです。 で当時20歳だったそのおばあちゃんだったんですけどね、ちょっと病院に入院していたんですよ。で、入院してた理由っていうのが、彼女ね、妊娠中だったんですけども、ちょっと体調が悪くなってしまって、まあ原因がわかんなかったのでね、まあ妊娠もしてるってこともあったんで、念のため何日か入院しようっていう話になったんです。 で、女性の患者ばかりの病室に入ったんですけども、彼女のベッドは一番窓際だったんですね。で、隣には10歳くらいの女の子がいて、で、その子はどうやら接触障害か何かで入院してるふうだったんですね。で、他のところにもね、もう少し年が上のおばさんだったりとか、まあ、いろんな入院患者さんがいる、まあ、そういう病室だったんですよ。で、入院して2日目の晩ですかね。 夜、彼女が自分のベッドで眠っていると、パチッて目が覚めちゃったんです。で、ぼんやりしながらね、天井を眺めてたんですけども、その時にチラッと自分のベッドの脇にある病室の窓を見たんです。そしたらその窓から、ぴょんって何か黒い塊のようなものが飛び込んできたんです。わっってびっくりして、その飛び込んできたものをね、目で追ったんですけども、 大きさは、まあ、猫くらいの大きさですかね。で、動物のように何かこう跳ね回ってるんですよね。ぴょん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 ってあちこちを。その、動きだけ見てるとなんか猿のようにも見えたんですけども、ただ、真っ黒なんです。顔とか形もわからない。真っ黒の塊のようなその生物のようなものっていうのが、突然飛び込んできて、ベッドの上だったりとか、周りをぴょん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 って飛び回りながら、ギッ 頭しい声で泣いてるんですよ。うわって彼女はパニックになって体をバッて起こそうとしたんですけどもガチッて固まってしまって全く動かないんですよね目だけしか動かせない、まあ、要するに金縛り状態だったんですうわどうしようどうしようどうしよう、まあ、そう思ってる間にもその黒い塊のような生物はピョン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 って跳ねながらキャッ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 泣いてるんですよ でしばらくそうやって飛び回ってたかなと思ったら彼女の体の上にポンって飛び乗ってきてグーってのしかかってくるんですよでその力がグーって圧が加わってうわやだ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 やめて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 まあそう思ったし何より彼女は当時ね妊娠していたわけですから自分のお腹の中の子供を守ろうもうその思いでも必死で で、なんとかその黒い生物を追い払おうとしたんですけどね、思わず口から出てきたのは、ナンマンダブ、ナンマンダブ、ナンマンダブ、ナンマンダムナンマンダブって念仏だったんです。なんでその時にパッてね、それが出てきたのかちょっとわかんないんですけども、とにかくそうやって言ってれば、どっか遠ざかってくれる。もうそう感じて、ナンマンダブ、ナンマンダブ、ナンマンダブ、私とお腹の子には関わらないで、お願いします。ナンマダブ、ナンダブ、ナンマンダブ、ナンマンダブ、一生懸命行ったんです。で、するとね、 自分の体の上に乗っかってたその黒い生物は、ギャッって一声鳴くかと思うと、ぴょんって違うところに飛んでったんです。はっって思って目だけでそっちの方を追うとね、隣のベッドのあの例のね、10歳ぐらいの女の子、そこのところに今度ぴょんって飛び乗って、眠っているその女の子の体の上にズンって乗ったんです。 で、ぐーって上からこう沈み込むような感じでね圧をかけてるのが見えるんですよああどうしようって思ったんですけどもねまあ体も全く動かないわけですからもうどうしようもないわけですよでしばらく目だけでその女の子がねぐーって押さえつけられてるのを見てたんですけどもしばらくするとピョンっていってまたその黒い生物が飛び跳ねてってキュッキュッキッそう言いながら窓の外にヒョンって出ていったんです ああよかったそう思って安堵してね気がついたら眠っていたんですけども翌日朝起きるとなんだか慌ただしいんですよねふって横見ると隣のベッドのあの10歳ぐらいの女の子、まあ、どうやら亡くなったみたいなんですよねでもその隣のベッドの女の子ね前日までものすごく元気だったんですよ むしろもう退院間近ってぐらいな感じでね、すごく元気にね、ねえ、お姉ちゃんとかって言いながら話しかけてくれてたんですよ。そんな女の子が翌朝に亡くなっちゃったんですよね。うわ、昨日のあれのせいかな。まあ、ちらっとそれが脳裏をよぎったんですけども、まあ、わかんないわけですよね。で、自分はまだ入院しなきゃいけないから、その日もまたベッドで寝てたんです。するとまた夜中に、ぴょんって窓から、 昨日の黒い生物のようなものがまた飛び込んできたんです。で、飛び込んでくるなりまた、キャッ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 そう鳴き声を上げながら、ぴょん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 ピョンって病室内を飛び回ってるんです。で、また自分のところにぴょんって乗ってきて、グーっていって圧をかけてくるもんだから、振りほどこうと思ったんですけども、体も動かないんですよ。で、まただと思って、で、同じようにね、 生ダブ生ダナ生ダム私と私の中の子には触れないでお願い生ダナ生ダブ生ダナ生ダム何回も何回も唱えてたらまたピョンって言ってどこかに行ったんです同じく目だけでチラッてやっぱ追うと今度はまた別のベッドの別の患者さんですよそっちにピョンって飛び乗ったかと思うとその患者さんの体の上からぐーってまた圧をかけてるんですよでまたしばらくすると その黒い生物のようなものがピョンって飛びのいて、ピョン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 って窓から出てったんです。やっぱりっていうふうにはなってしまうんですけども、翌日そののしかかられていた女性の患者さんが亡くなったそうなんですよ。それがまあ三人まで続いてでようやく自分は退院になったらしいんです。 で今思うとねその黒い生物窓が完全に閉まってる状態で窓ガラスをスッてすり抜けて入ってきてたんですよまあそういうところも含めてねあの黒い生物は死神の類だったんじゃないかなっていうふうに、まあ、おばあちゃんは思っていたそうですなんですけど一つだけちょっと気がかりなことというかねずっと引っかかってることがあってそれは 病室でね、眠ってる時に、その黒い生物、毎回ぴょんぴょんって飛び込んできて、まず自分のとこにやってくるんですよ。そして、自分の上にぐーってのしかかってきたと思ったら、何万ダム何万ダムと唱えてると、別のところに行って、そして別のところに行ったそののしかかられた人が亡くなってるんです。それが3人続いた。よく考えると、あの死神のようなもの、自分、もしくは自分のお腹の子供、 それが最初からターゲットだったんじゃないかなそう思うそうですそしてそのターゲットになっていたはずの自分そして自分の子供それを守るために一生懸命念仏唱えた結果別のところにその死神が行ってしまって結果3名の方が亡くなったんじゃないかと、まあ、そういうふうに感じていたそうですだからそのおばあちゃんね 生前その親戚にまあ話をしたそうなんですよ。こういうことがあったと。ただ何だかこう申し訳なさそうな顔を教えたそうです。これ、とあるお医者さんが研修医時代に体験したまあちょっと信じがたいような話なんですけども研修医ってめちゃめちゃ大変らしくてというのもまあその作業が多いとかね 現場の先輩にコキ使われるとかまあそういう部分ももちろんあるんですけども何より安月給らしいんですよねだから研修医だけでは食べていけないそうなんですそうなってくると、まあ、何らかバイトをしなきゃいけないわけですけどもだいたい紹介で医療系のバイトをするらしいんですよねで彼もまあ例に漏れずその医療系のバイトをしながら研修医をするっていうことになったんですけども 彼が始めた医療系のバイトっていうのが、まあどういうものかっていうと、山奥にある診療所。まあそこでお医者さんが一人働いているので、そのお医者さんを手伝うっていうバイトだったらしいんですよ。で、初日ね、車に乗って、山道をブーンって登ってって、診療所が見えてきたんでね、まあその手前が駐車場みたいになってるんで、そこに車を止めて、で、ノックしたんですね、コンコンコンって。 まあすると中から優しそうな顔のね、中年の男性の方がパッて出てきてくれて、ああ、君が新しいバイトの子か、よろしくねって言ってくれたんです。まあ、その彼が、そこの診療所のお医者さんである斎藤さんっていう方だったんですね。で、そのまま案内されるがままにね、初日は事務仕事とか与えられて、それをこなして、で、夜遅くになったら、お疲れ様って言って、車に乗って帰ってくると。 まあそういう感じだったんですけども,もう初日その仕事が終わった後に車に乗って山道をねブーンって降りてる時になんか変な視線を感じるんですよなんか見られてるような気がするなって、まあ、車を運転しながら彼は思ってたんですけども、まあ、無事に車で里まで降りてきてで家に帰ったんですで翌日もねその診療所のバイトがあったんで 研修医の方の方ね、あれこれ終わらせてまあ、夕方から車乗ってねまた山の方に向かって山道ぐわーって運転していってでも診療所に向かっていく途中からやっぱだんだんとなんか嫌な空気っていうんですかね変な空気がするんですよなんか嫌だなーって思いながらまあ、車でばって乗ってってでまあ駐車場のところまで着いてねで昨日と同じような感じで まあ診療所でね仕事を始めたんですけども仕事をしてると斉藤さんがねパッて顔を見てなんか君今日顔色悪くないか大丈夫かっていう風に聞かれたもんだからああ大丈夫っすってごまかしたんですけども確かになんかこの診療所に来た時からやっぱりちょっと体調が悪いんですよねでもさすがにねバイトして2日目でなんか体調を崩すなんて、まあ、しかもねお医者さんの卵ですから、まあ、ちょっとみっともないですよね だからまあ大丈夫ですって言って、まあ仕事を続けてたんですけども。そしたら斎藤さんがね、あ、そうだ、君さ、今日暇だったら、ここに泊まってきなよ。って言ってきたんです。えって聞き返すと、いやさ、いつも俺一人だから寂しくてな。君の仕事も手伝ってあげるから、あと給料も上げとくからさ、泊まっていきなよ。 そうやって行ってて行きたんです暇だったらって言われても忙しいんだけどなぁなんていうふうに思ったんですけども、まあ、何せ仕事も手伝ってくれるっていうし給料も上げてくれるっていうもんだからまあ悪くないなって思って泊まることにしたんですなんでその日は勤務時間を終えた後家には帰らないでそのまま診療所に残ったんです で、仕事も全部終わったんでね、夜11時過ぎぐらいですかね。斎藤さんと二人でね、耐えもない話をして盛り上がったんですよ。いやー、俺もなんでこんなところに飛ばされちゃったのかな腕もそんなに悪くないと思うんだけどなって斉藤さんが愚痴を言うもんだから。いやー、それは斉藤さんの人柄がいいからじゃないですかって言ってね、フォロー入れたりとかして。ああそう言ってもらえると嬉しいけどね。 ありがとうねーってね。まあ、斎藤さんが言うと。まあ、そんな感じで話がバーって盛り上がったんですけど、その時ふとね、思ったことがあって。あ、そういえば、斎藤さん、いつもここで寝泊まりしてるんですかって聞いたんです。そしたら、浮かない顔をしてね、帰れないんだって言うんですよ。え、そんなに忙しいんですかって聞くと、 違うって言うんです。じゃあどうして帰れないんだそう言うんですよね。なんかもう帰れないんだっての一点張りなんですよ。で、なんか様子もおかしいし、これなんか聞いちゃいけないことを聞いちゃったかなって思ってね、彼話題を変えようとしたんですよ。あー、斎藤さん、そういえば帰れないんだ。あの、 どうした帰れないんだ。だからあの、帰れないんだよ叫んだかと思うと、バンって立ち上がって、そのまま部屋をね、スタサスタスタって出てっちゃったんですよ。あの温厚そうな斎藤さんが急に怒鳴ってね、出てっちゃったもんだから、まあ、びっくりしたんですけども。ただなんかね、やっぱり様子がちょっとおかしかったから、これは一人にしてあげた方がいいのかなっていうふうに彼は思ったんです。で、しばらくね、 斉、まあ、藤さんが戻ってこないかなと思って待ってたんですけども、出てったきり戻ってこなかったんで、まあ待っててもしょうがないし、まあちょっとやることをやるかって言ってね、ちょうど研修医の仕事の一部を持ち帰ってきてたんで、まあそれを、ね、やろうって思ったんです。なんでカバンから机の、ね、上にその書類とかを取り出して、で、仕事をしようって思った次の瞬間、スーって部屋の壁がどんどん遠のいていくような感覚になって、 体が全く動かなかったんですよね。要するに、悲しりなんですよ。うわ、体動かないな。これもしかして、連日忙しくしてたから、頭が疲れてんのかなまあ、そう思いながら、目だけは動かせるから、目でキョロキョロね、まあ、周りを見てたんですけども、特に何の変化もないんですよ。しばらくしたら溶けるかななんて思って、じーっと待ってたんですけども、そしたら、なんか後ろの方から声がするんです。その声っていうのが、 くれよくれよくれよ,くれよなんて言ってるか分かんないけど小さい声で後ろから聞こえてくるんですよあれ斎藤さんかなっていうふうに思ったんですけどもそう考えた次の瞬間その声がだん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 近づいてきてなんて言ってるか聞こえてきたんですよ くれよ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 って何回も繰り返すんですうわっ斎藤さんじゃないやばいと思って一生懸命ね目だけしか動かないからぐる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 動かしながらどこにいるどこにいる誰だ誰だ そう思いながらそのね、声の主を探したんですけども、後ろから近づいてくるから分かんないんですよ。で、その、くれよ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 っていう声と共とにね、ピッチャッピッチャッピッチャッ何かが近づいてくるんです。で、うーわーもうダメだって思った瞬間、体がようやく自由が効いて、バッって振り返ったんです。でもそこには誰もいなかったんですよ。 はぁって思わず大きく息をついて、そうだ、斎藤さんと合流して逃げようそう思って部屋のドアをバンって開けて出たんです。すぐそこ廊下なんですけどね、斎藤さん、そこにいたんですよ。あ斉斎藤さん声をかけようとして、はっ,って息を飲んだんです。 斉藤さん、白目を向いて、口をあんぐり開けて、そこに立ち尽くしてるんです。両方の手をだらーって横に下げて、その右手の先、何か掴んでるんですよ。なんだかこう、髪の毛のようなものを掴んでてね、その先をじーっと目で追って見ていくんです。すると、頭があって、首筋、肩があって、 上半身しかない人間、その髪の毛を掴んで立ってるんです。その引きずられている上半身だけの人間の目がこっちをグンって見たんです。斎藤さんは白目を向いてるのに対して、その上半身だけの人間は全部が真っ黒な目をしてるんです。その状態でこっちを見ながら、そいつが あ、いたよ。そう一言言ったかと思うと、それに合わせて斎藤さんも、あたかみちゃん、行くよ。そう言うや否や、こっちに向かって、ダダダダダすごいスピードで近づいてきたんですね。うわ 本当の本当にやばいと人間って体動くもんなんですよね。うわーって全速力で診療所から走り出てね、うーっ、うーっ真っ暗な診療所の外をね、走ってたんですけど、よく見ると、その暗がりの中にね、ボワンボワンボワンっていくつもの目があるんですよ。それをね、よーく見るとね、さっき斉藤さんが掴んでいたあの上半身だけの人間、 あれが診療所の周りにそこらじうにいるんです。うわ、うわ、うわあもう泣き叫びながら山林の方に向かってブワーって走ってって真っ暗なんですよ。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どこ行こう、どうしよう。そう頭をフル回転しながら山林の中をうわーとって走ったんですけども、さっきからね、最初に聞こえたあの、クレオっていうような声が、クレよ くれよ、くれよ、くれよってずっと聞こえたんですけど、その声がだんだん遠くなってったんですよ。あーよかったでもどうしようどうやって逃げようこっから降りれるかなもう真っ暗だし、どうしよう、どうしよう、どうしよう。そう思ってたんですけど、もう進むしかないから、真っ暗な山道の中をね、手探りで進んでって、で、パって前を見たら、遠くの方にわずかに民家の明かりが見えたんですよ。あーよかった助けてもらおう 彼はそう思いながらもうやっとの思いでそっちに近づいてって。で、一番近くに見つけた家のドアをガン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 ってノックして。すいませんすいません助けてくださいお願いします助けてくださいガン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 何度も何度もノックして、そしたらガラッ戸が開いて中からおばさんが出てきたんです。ああ、よかったおばさん助けて言いかけたんだけど、よーく見るとね、そのおばさん、 白目向いてるんです。はっそのままずーっと下の方を見ていくとね、ダラーンって下げた両手の右手で、さっきの上半身だけの人間を掴んでるんです。その人間がまた目をこっちにグンって向けたかと思うと、あ、いたよ。うわーまた叫びながら三輪の方に向かって、うわーって走ってって。 走ってて走っててもうどこにったいんだ分かんないもうどうしようどうしよううわパニックのあまりもうどこ走ったか分かんない状態で気がついたら木の根元に座り込んでて眠ってたらしいんですよねはって目を覚ますと朝日が自分の顔に当たってるんですバッて起き上がって周り見たんですけども誰もいないああよかったどうしよう車診療所の方に置きっぱなしだけど それ取りに行くのもちょっと無理だ。よし、山道をこのまま降りよう。そう思って立ち上がってね、山を下っていこうとし始めたんですけども、そしたら自分の背後にちょっと崖みたいになってたんですけどね、その上のところから、そんなところで何をしているんだ斎藤さんが笑いながらこっちを覗き込んでたんです。そのままふうって気を失ってしまって、 で次に目を覚ました時には病院のベッドの上だったんですしかもそこ自分が研修医をしている大学病院のベッドだったんですよで目を覚ますとね横には先輩がいてその先輩がねちょっと心配そうにこっちを覗き込んで「おい大丈夫かよ」なんか斎藤さんっていう方がお前をここまで運んできてくれたんだよって言われて斎藤さんっていう名前に ギョッとしてね。あ、あ、そうですか。で、っやっとのことで返事をしたんですけども、その時に、ふとね、あの診療所に置いてきちゃった車のことを思い出して、ああ、先輩、すいません、あの、山奥の診療所に車を置いてきちゃったんですけど、取りに行ってもらえませんかって頼んだんです。まあ、したらね、その先輩は、 ええ、お前、俺も暇じゃないんだから、休んで元気になったら自分で取りに行けよ。そう言われたら、なんだか急に涙がこみ上げてきて、先輩、俺一人じゃあんなとこ無理っす。そう先輩に泣きついたら、さすがの先輩も、わかったよ。じゃあついてってやるよ。っていうふうに、まあ言ってくれたんです。で、翌日、そう先輩と一緒にね、先輩の車で、 山奥のその診療所に向かってブーンって走ってたんです山道をずーっと登っていくと途中で二股に分かれてたんですねで先輩に対して「あここ左っす」って言ったら先輩が「えっいや地図だとここ右だぞ」って言ってくるんですいやだって一昨日も昨日もこっち左来ましたよ左ですよって彼は言ったんですけども いや、バカ言えよ。地図見ろよ、これ。右側だろ。って先輩が言ってくるんです。確かに右側なんですよ、診療所の方向。でも自分は左側に向かって走っていった記憶しかないんです。だからなんだか信じられなくて、先輩に対してね、いや、左だったんですよ、絶対に。ちょっと左行ってみてもらっていいですかって言って、そのままね、車で左側の方に向かってバーって走っていったら、 通行止めっていう看板があって、行き止まりになってたんです。あれって言いながら、一回車から降りてね、見に行ったんです。そしたら、通行止めの先、崖になってたんですよ。ほらな、だから行っただろうって先輩が言ってきて、まあ、にわかには信じたかったんですけど、まあ、目の前にはどう見ても崖しかないわけですから、一旦もう一回、たまたまで戻ってきてね、改めて右側の方の道をね、ブーンって走っていったら、 見覚えのある診療所が見えてきたんですあれあれこっちだったのかなおかしいなそう思ってるうちに車はもう診療所の前までついててで止めてね外出たんですけど自分の車どこにもないんですよで先輩も振り返って「おいお前の車どこにあるんだよ泣くね?」って言ってくるもんだから「あれおかしいなでも診療所のところに止めっぱなしだったはずなのにあれ?」って言ってると 先輩が勝手にに診療所の方をノックしに行ってコンコンコンっててコココンンンすいませんって言うと中からガララッ人が出てきたんですその人中年のおばさんなんですよねはい何かって言ってきたもんだから先輩があのー、斎藤さんですかって聞くとええー、そうですけどなぜそれをってその女性の方が言うんですよ 先輩もびっくりした顔してるしもちろん自分もびっくりしたんですだって斎藤さんこの診療所で一人で働いていた斎藤さん中年の男性だったんですよでも目の前にいるのは女性そして自分は斎藤だと名乗ってるあれおかしいぞって思ったんですで先輩もびっくりしてる理由っていうのがどうやらその彼を病院に連れてきた斎藤さんっていう人男性だったみたいなんですよねだもんだから 先輩、もう一回パッて女性の方向き直ってね、あの、もしかして、旦那さんっていらっしゃいますかねって聞くと、えー、っと、主人は1年前に亡くなっています。って言いぶかりながらその女性が答えてくれて、で先輩、間髪入れずに、写真を見せていただくことってできますかね、まあ、そう言うと、写真を持ってきてくれて、見せてもらったんですけども、 そこに映っていたのがまさに昨日彼を病院まで運んでくれたそして初日から彼と一緒に働いていたあの優しそうな中年男性の斎藤さんだったんですちなみに後日談なんですけどそこで見つからなかった彼の車どこで見つかったかっていうとあの山道を 左側に行った先の崖の下で見つかったそうです未だに信じられないと彼自身も思っている研修時代の体験だそうです